はい、どうも、ゆうぴかです。本日はですね、いきなりなんですけども、サムライ道外伝刀神やっていきたいと思います。今ね、借金取りがもうこんな感じで 脅しにかかってきて、やばいんですけど、一応現在もう10時間ぐらいプレイしていて、まあ3時間おきぐらいに死んで、全武器、全アイテム、全装飾品ロストして、やり直して、戻って、やり直して戻っての繰り返しをしております。いやー、結構シビアなゲームですよ、本当に。で、もうなんかお金もね、もう返す術が今ないんですこれはよ。これは、はい、やばい。これね、切りかかってくるんですよ、足りないと。待ってください。きちっと期日に返すっていう決まりやないか。約束も守れへん大人は最低やで。まあ、せやな。もうなんか遠くで争いがあるしさ。何なんだよ、これ。と、老島が申しております。あかん。ここで甘やかしてたらあんたらのためにならない。心を鬼にし。うわー、やばい。これは襲われるわ。ちょっと老島頼む。やばいぞ。いけ、堂島いけ。よーし。 あとはね、逃げるんですよ、こうやって。 なんだこれ、助けてくれ。こいつらはね、こういう NPC 同士の戦いに巻き込めないんで、あくまでも堂島に戦わせるしかないっていう感じですね。それまで逃げます、ちょっと。あ、来てるね、NPC。いいわ。あと、ベニヤだけか。ベニヤのヘイト、ライバーに。いけ。オッケー。あー、決まった。剣抜いてくれ。頑張れ頑張れ。やっほー。いいぞ。頑張れ頑張れ。うわ、強い堂島。金借りてるから、そんな暴行加えて。すごすぎだろ、堂島さん。さすが鬼軍。ナイス。さすがです、兄貴。兄貴。わあ、よかった。もうこれはね、本当に死ぬしかないじゃないみたいな状態だったんで。ざけんなね、この野郎は。もう注文とかをね、こう受けたりしてお金を稼げるみたいなんだけど、9本しか送れない。一回ダンジョンこもった方がいいかな。こう、ある程度、アイテムを死んだ時に、ロストすることも考えて、必要最低限持ち歩くように、それ以外はもうしまっておくっていうことをね、した方がいいんすよね。差し入れ。この浪人がさ、あげるよ。お前わかってるじゃないか。なんか喜んでくれた。これどういう意味があるんだろうね、ストレス溜まるとか下がるとかっていうさ。あ、じゃあこいつらから刀奪おうか。刀もらっちゃおう。いいね。一応ね、強化してるんで。来い。 切り殺す。 来るがいい。 この我が最強の名刀ハセコをなめるな。刀のことならわかるんだ。タラララタタタタハセコ。これね、本当に
マンションのことならわかるんだっていう CM の長谷光さんをモデルにしてる刀みたいですよ。ほら、刀のことならわかるんだと刀匠が踊りながら鍛えた刀、ふざけているかと思いきや意外にもしっかりした刀になっていて驚かされるっていうね、結構お気に入りの刀ですね。とりあえずななみちゃんに差し入れをあげようか。何がいいかな。じゃあ俺のキノコを。よっしゃ、退屈している。頼んだぞ。11本、これ送ろうか。何本ぐらい足りないんだろう。ああ全然足りないわ。オッケーオッケー。でこの対応率っていうのがどうやらね結構関係してるっぽいので、とりあえず赤玉とあと2日猶予があるから、どうしよっか。やばいな、こんな感じでねいろいろ切羽詰まってくるんですよ。あ、チンポ侍ゆくがぼったくり。なんで、まあ、とりあえずダンジョンこもっていろいろ稼ごうか。ん、なんだ、辻斬り注意報。一本松に人斬りが向かってるとの情報あり。これを撃ったもの、お、200銭、これでかいぞ。どこにいる辻斬り。ちょっとダンジョン入る前に辻斬りを狩ろうか。うわ、こいつだ、絶対こいつだ。もうサムライドシリーズはね、こうやって傘で顔隠してるやつは辻斬りっていうのは相場決まってるんでね。こっちから切ってやるか。はい、弱っ、楽勝すぎ。あ、新しい刀ゲット。わあ、なんかいろいろゲットした、ラッキー。でこういう光のキノコを取ってでね食べるのよ。そうすると強いゲージがたまるんだよね、無敵モードみたいな。刀どんどん拾っておいて、まあ、後にねもう本当にたくさん使うんですよ刀って。そこのオーブっていうのがたまると無双技みたいなのができるんですよ。ここで研いでいこうか。で台頭中、今このハセコを持ってるんで、とりあえずこれを材料にして研ぐと、こんな感じですね。これをやりながらずっとダンジョンこもってくゲーなんで本当実況には向かないですねマジで。前回も言ったけど、大方カットすると思うわこのダンジョンはね。でこのね活力、黄色いゲージあるじゃん、これがゼロになるとなんか死神っていうやばいやつが出てきて2発ぐらい食らったらもうやられちゃうんだよね。もらった、まあ、こいつはね全然なんかチュートリアルみたいなもんなんで。今3回か、さすがに早いな出てくの。もうちょい下行こうか。マジで長谷光、長谷光無双つえなー。で刀いただいて、邪魔だよ消えちゃえ。で同じ構えだと結構構えボーナスっていうのが入るんで回復がねちょっとだけ
多くなるんだよね。基本生蔵を使って研いでいくと。なんだこれ、毒物じゃない。うわー、あ、これ罠か。知らなかった。毒状態になるとこうやってね、あのケツの穴を押さえて走り出すんですよ。面白いけどね、笑ってらんないよね。これ無双技を使おうか。刀タイム。よし、これ気持ちいいね。本当はもっと下行けばいいんだけど、ちょっと今日はもうこの辺にしとこうか。なんだこれ、八角鍛冶屋の商品偽装。堂島だが、その鍛冶屋で販売された商品正規品を模した。あ、俺多分これね、模擬刀っていうのを送っちゃったんだ。あ、やべえな。黒風景が非常に不満。赤玉非常に不満。やばいね。先生相変わらず可愛い。ジェンキンスってあの4に出てくるゾクゾクするねっていうあの義手の人だよね。でこのうまいって言ってるこいつなんだっけ、あの3に出てくるさ、うん、宿場町だけがいいのか。で、差し入れ、ななみちゃんに差し入れするとですね、こうやって評価してもらえるんだけど、番付で俺5位ですね、今。1点。まあ、ギリね、このランクに乗ればまあいいんですよ、でも。チンポウ侍、ユーピカ。キノコ、ななみこれ好き。食後の楽しみにとっておくね。どうもありがとう。よかったよかった。あれ、ベニア、なんか、いつもと服装違くね。あ、どうも。今日はもう返せるんで返します。やったー、お世話様です。あ、お疲れ様でした。で、まあ、戻ってきたらこの掲示板を見て、依頼見て、9階2階、まあこうやってこうダンジョンの何階でこういうことをしてくれみたいな頼んでくるわけですよ。この夜迷いの森とか多分これぬるいですね。多分僕の今の実力だとこの15階とか行くとね、もう全然きついんでね。19本、あと1日か。黒老けこいつらにも、納品する刀ないか。いや、堂島マジでさ、もう少し働いて刀作ってくれよ。刀が足りないんで、どうしたもんかな。スケベ、すいません。ご愁傷様。きついわ。なんだろうね、ずっこけ野郎って。なんか俺、鬼畜王って言われたりもしたんだけどさ。ストレス、差し入れ、差し入れあげよう。お前の好きな浪人傘だ。でこいつに、ななみちゃんに送る差し入れもね、あげましょう。何がいいかな。キノコ嬉しがってたけどね。まあ、大きいおにぎりあげよっか。よい。あ、なんか買いに来てくれた。うーん、ありがとうございます。双子、ありがとうございます。よいらっしゃい。おや、あ、やべえ、黒ふけ来る。マジ助けて。やろう。おいおら、
よし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 。うわ結構人数いるな。ちょっと待ってくれ。これはすごい。あそんなことないわ。あ全然いける。なんだお前は。関係ねえのに来んな。あー結構食らっちゃったね。道島負けるな。追いかけてった。やった俺助かった。いやー本当に世話しないゲームだよ。さあ戻ってきたんだけど、なんだろう、辻斬り被害者。まあ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 。あ、ことぶきいるじゃん。贈り物にはハムですね。なんかハムがいいみたいなんですよ。贈ると。笑って、許して。あ、チンポ侍、ゆうぴか、ごいか。じゃーん、大きなおにぎり、ななみこれ好き。食後の楽しみにとっておくね。どうもありがとう。待ってろ。そのうち抱いてやるからな。殺されるぞ今度こそ。ちょっと黙ってないでお前が出ろよ。あのこれはこれ、やばいって。どない や, おいやギリ足んない。1000問ぐらい勘弁してくれよ。はい、足りんやないかい。面目ない。いいですか。やばいぞ。あきまへん。どな、おい、混ぜて。と、あきまへん。わあ。まずいことになった。出番か。頼む。よっ。よし。うら。せいが出ました。ちょっと待て。あっぶね。まあまたこの逃亡劇が始まるんで。まあこうやって武力でね、追い返すことしかできないんですわ僕たちには。はい、まあとりあえずね、もうずっと同じことの繰り返しな感じなんで、一旦ねお開きにしたいと思います。まあもし需要があれば、まあ、この続きもねやってって、まあせめてななみちゃんをね助けて終わろうかなと思うんだけども、まああんまりもう誰にも見てもらえてないようだったら、普通にもうプライベートでね楽しんじゃおうかなと思います。それではね、もしいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。